埋め立てが始まり間もなく4年となる名護市辺野古。政府によるとこれまでに埋め立てられた土砂は今年7月末時点で全体のおよそ 11% に上るということです。今回の県知事選挙では普天間基地の辺野古移設について下地さんが軟弱地盤を埋め立てない、佐喜眞さんが移設容認、玉城さんが移設反対と候補者は三者三様のスタンスを掲げています。これはうちの近くです。とにかくもう目の前にこうして超低級で来ますからね、もう夫もそうだしびっくりします。山城健英さん、普天間基地の滑走路に近い上大蛇名地区に住んでいて日々アメリカ軍機の騒音に悩まされています。山城さんの自宅はこの延長線上1キロぐらいですかな、うん、じゃあもう住宅地の上空をこう、そうです、超低空ですね、これ目標に来るわけですからすごいですよ。山城さんは騒音訴訟の原告団長として国に損害賠償を求めています。だから本来の目的は閉鎖撤去なんですよね。それすれば我々はそんなことはしないわけです。市内でたびたび起こるアメリカ軍機の事故、その光景は幼い頃に経験した重々空襲を思い起こさせます。うちの近くにも500キロ爆弾といってですね、大きな爆弾が落ちましてですね、石ころとかなんとかですね、だいぶ落ちてきて怖かったですが、重なるところはありますよな。ああいうことが起こるんだと私はそういう考えなんですよ。必ずどこかでまた起こるよと。こうした不安を人に押し付けることになるのではないか、山城さんは葛藤を抱きながらも普天間基地の辺野古移設を求めています。辺野古早く埋め立てて向こうを持っていけというふうな我々が声を大にして言ってもですね、向こうもまた我々と同じような苦しみを負うわけですよね。妙案じゃないとは思うんですがね、それが一番近道かなとは思いますよね。この道路の向かい側らへんの方でいつもキャンドルを持ちながらやってましたね、活動を。現役大学生の戸口和樹さん、若菜さん姉妹、名護市出身の双子の姉妹です。幼い頃から両親に連れられ移設工事への抗議活動に参加してきました。父親がオーラ湾のすぐ隣の世良家っていう地域が地元の人で、お兄ちゃんが生まれたことを境に子供たちの未来を守りたいっていう思いが芽生えたらしくて、立ち入り制限水域を示すオレンジの一本の線が今キャンプシャブの沖合に引かれようとしています。8年前辺野古沖で初めて本格的な作業が行われた日の夜も二人は反対集会に参加していました。このオーラ湾を含むヤンバルの自然を将来の子どもたちにつないでいけなければならないと思っています。絶対にこの海を守る。地元の海を守りたい、両親の思いは徐々に自分たちの思いへと変わっていきました。このオレンジ色の浮かんでるの見えるじゃないですか。それが昔はなくて自由に泳げる時代があったんですね。悲しいなっていう気持ちとその悲しさを
どうにかね、なくしたいっていうか。大人になるにつれて姿を変えていく地元の海。それでも二人は幼い頃からの変わらぬ思いを訴えます。ずっと小さい頃からなんかね、止まらずにその反対だっていうのをずっと声を上げ続けてる状態なので、工事が止まって早くその安心したいよね、うん、でもだからといって普天間飛行場のそのままにするんじゃなくて、今すぐ閉鎖して、で辺野古には移設しないでストップするっていう方がね、本当の意味の無実だからっていうことになるんじゃないかなって。それぞれの立場で基地問題の早期解決を願う市民の声に、新たな県知事は答えることができるのでしょうか。では改めて普天間基地の辺野古移設問題に関する各候補者の主張を見ていきましょう。まずは下地幹雄さんです。埋め立て地に普天間基地の航空機を移住、県内での米軍の訓練を鹿児島県の馬毛島へ移転。続いて佐喜真淳さん、問題の原点は普天間基地の危険性除去、現実的な早期の方策として辺野古移設を容認。そして玉城デニーさん、普天間基地の一日も早い危険性除去および閉鎖返還を求める、基地負担の軽減は県民の総意と認識というふうにしています。さて RBC では候補者のプロフィールや政策について紹介した特設ページを開設しています。候補者情報はご覧の QR コードを読み込むか、 RBC アプリからもご覧いただけます。